ここが鳴神大社か。ここに来るのは初めてだ。お二人とも何かお悩みのようですね。おみくじでも引いてみませんか。鳴神大社のおみくじはとてもご利益があると有名なんですよ。以前聞いた話によると、戦争の前に少領たちは様々な方法で吉凶を占ったという。俺にそういった習慣はないが、せっかくの機会だ、一緒に引いてみないか。ではおみくじを選ぼう。どれ、結果はどうだ。大凶だと。あー、すまない、少し手を貸してくれないか。なんだか罠。まさか八重巫女が俺たちを恐れ、わざと大凶を引かせたというのか。こんな小細工まで仕込んでくるとは。俺は逃げも隠れもしないぞ。もうすぐあの女と再び相まみえることになる。安心しろ、俺たちの努力は必ず報われる。もう彼女にからかわれはしないぞ。わらわが思ってたより少し遅かったの。何かあったのか。もちろんじゃ。じゃからここで待っておったのじゃろ。ふん、知っていたからなんだ。もううろたえたりはしないぞ、俺たちは。そう急ぐことはない。わらわが当ててみよう。かつてここには毎日多くの参拝客がやってきた。そしてその者どもは皆が同じ目的を持っておったんじゃ。特に二人一組でここに来る者は、その大半が生涯共にありたいと思う相手を伴っていた。そしてここで将来の行く末を占うのじゃ。二人とも、もし興味があるのなら、わらわが占ってやるぞ。生涯共にありたい。周平の話を覚えているか。こういう時はまともに取り合わなければいい。彼女の言葉に惑わされるな。そう考えると、前に進めたあの店にはもう行かなくても良いじゃろうな。何せ尻尾の手入れはその隣にいるわっぱに任せれば良いからの。そやつが尻尾を持ち、もう片方の手で櫛を巧みに使いながら優しく溶かしてくれる姿を想像してみるんじゃ。まずい、思わず頭の中にその光景が。こうなったら庭から聞いた方法を使うしかない。ちなみに顔に出ないよう我慢しておっても無駄じゃ。仏頂面を貫いておるが、尻尾は正直に揺れておる。全く隠せておらんぞ。何？じゃが知っておるか、大多数の者は尻尾に目が行きがちじゃが、モフモフとした尖った耳も実にそそられるものじゃということを。もう最後の方法にかけるしかない。不意を打つ。肉を切らせて骨を断つというだろう。俺にはもう他に手がない。お前がこちらの心をこうも理解しているのは、実はお前も同じだからなのだろう。尻尾を抱きながら寝て、尻尾を溶かしてもらいたいとお前も思ってるんだ。素直に自分の本心を認め、わらわを巻き込むつもりか。これも一つの成長じゃな。じゃがよく見るといい、わらわに尻尾はない。おっ、絶対だ。このまま戦うより次の作戦に向けて士気を維持した方がいい。行くぞ、覚
帰ったら特訓の強度を上げよう。次こそは負けない。二人ともまた来るとよい。また今日ダメ、もう一回引こう。またここに戻ってくるとは。安心しろ、覚悟はできてる。俺は渡墨島の少領、抵抗軍の大将だ。これ式のことで臆することはない。さあ来い。この感じなんだか違う。八重美子とは全く雰囲気が違った。お前の演技が悪いというわけではない。原因は別にある。今はふと気づいたんだ。俺が恐れてるのは彼女のあの意味深な笑みと人の心を見透かすような目なのかもしれない。あれを前にすると俺の秘密は隠れることもできず、余すことなく覗かれているかのような気になるんだ。だがお前は違う。俺はお前のことを信頼している。だから自らお前と秘密を共有したいと思っているんだ。たとえお前が彼女の話し方を意図的に真似ようとも、俺は恐れない。なぜなら俺たちは共に戦った仲間だからだ。でもそれって俺たちの訓練が失敗したってことだよな。悔しいことだが、俺は自分のこの弱い一面を受け入れなければならないということか。これからも俺はこの弱点と共に生きていく。考えただけで気が重くなってくる。何？本当か？甘いものを食べるのは久々だ。さあ行こう、ケーキを買いに。よし、あとはどこか静かな場所を探して。新人冒険者はいつも同じ過ちを繰り返す。うまい。軍営の中ではそうめったに食べられるものじゃない。兵士たちにとってこれは贅沢な品だ。食料の供給が改善されても甘味より肉や酒の方が優先される。だからケーキをご馳走してくれたこと感謝する。唯一心残りといえば、鳴上島の菓子は精巧すぎて思いっきり食べられないことだな。しかし三五宮様も言っていた。兵士たるもの、忍耐と自制が必要だと。いいのか。それじゃあ遠慮なく。甘い。おかしい、今日はやけに賑やかなようだ。俺はあまりここに来ないが、いつもこんな感じなのか。お、あそこがひときわ賑わってるみたいだ。見に行ってみよう。皆さん、もう一度言います。私たちは雛講演会の会員です。講演会の規則をしっかりと守らなければなりません。一つ、雛さんの正体を探らないこと。雛さんに迷惑をかけてはいけません。二つ、雛さんのファンとして争いを招くような発言をしないこと。他人に悪い印象を与えないよう自制することを心がけてください。三つ、あらゆる方法で雛さんを宣伝すること。ですがもし相手が興味を示さなかったら無理強いをしてはいけません。最後に、私たちはひなさんのためにここに集まり、そしてひなさんのためにより自分を磨いていかなくてはなりません。皆さん、守れますか？もちろんだ。ひなさんを困らせるのではなく、ひなさんに誇りだと思ってもらえるように。おお、これが噂に聞く講演会というものか。誰の講演会なのか知らないが、すごい熱量だな。出陣前にみんなで集まって誓い合った時のことを思い出す。どうした？
なんだかお前の様子が少し変だが、さっきから目もそらしてるし、何かあったのか？まさかあの女が？失礼するが君、なんだかひなさんに似ているね。そうか、だがこれも何かの縁だ。ひなさんは知ってるか？すまない、よく知らないな。そうか、だったら少し話を聞いてくれ。彼女は優しく思いやりのあるお姉さんなんだ。悩み事を彼女に相談すればいつだって優しく答えてくれる。おお、人付き合いのうまそうな方みたいだな。八重美子とは全然違う。そう思わないか？でも本当に似ていますね。まさかひなさんの血縁者なのでは？し、おい、忘れたのか、ひなさんの個人情報を探ってはいけないって。ならせめて一緒に写真だけでも。その一緒に写真を撮ってもいいだろうか。今日はひなさんの正式な肖像画を見るためわざわざ写真機を借りてきたんだ。ああ、大丈夫だか。なんで俺と写真を撮りたがるんだ。そうなのか。これでいいだろう。俺も八重堂に返事を届けないと。すみません、皆さん通してください。ひなさんの看板が届きましたので、皆さん道を開けてくれませんか。皆さん、正式なひなさんの肖像画ですよ。ひなさん、ひなさん。俺も少し気になってきたな。見に行ってみよう。え？何か問題でもあるのか？なんだと？ここにいてはまずい。早々に離れよう。気にはなるが、次また八重堂に返事を届けに来る時までお預けだな。その時はまた一緒に来よう。伝次郎の言った通りだ。この先どう変わろうも、俺たちは互いに背中を任せられる存在に違いない。次再び会う時、気まずい沈黙があるかもしれないが、きっとすぐ以前のように戻れるはずだ。五郎様、実は除隊の申請をしに参りました。突然で申し訳ございません。ただ実は俺も決心したばかりでして。いや大丈夫だ。かつて俺はメガリレーを憎み、それが敷かれた鳴上島に失望していました。戦争が終わってから故郷の鳴上島に帰りたいと思うことはあったものの、なかなか決心できずにいたのです。でもひなさんの励ましのおかげで、俺は勇気を出してこの気持ちを伝えようと思うようになりました。もちろん五郎様の許可をいただけなかった場合、俺はその命に従います。俺は五郎様の兵士ですから。ひなさん、それは誰のことだ。これは話すと長くなるのですが。まあいい、その人のことはさておき、お前の除隊申請を許可しよう。五郎様。そう悲しそうな顔をするな。二度と会えないわけじゃない。暇があったらまた渡墨島に来ればいい。一つのところに縛られることなく、やりたいことをすればいいんだ。どこにいようとも俺たちは仲間なんだから。はい大将。それでは失礼します。五郎様もどうかお体にお気をつけください。ああ道中気をつけろよ。これでいい。むしろこうするべきだったんだよな。こういう時笑顔で送り出してやるのが正解なんだ。取り調べの結果、木漏れ茶屋のものを盗んだのはこの人たちで間違いありません。
しかし手がかりが全くない状況で彼らを捕まえるとは思いませんでした。砲塔団の供述により盗品の確認も終わりましたので、お約束通り探していた箱をお返しします。はい、どうぞ。ふぅ、よかった。うん、いや、中に入っているのはここのものではなく渡積島のものだ。やはり渡積島に戻ってから開けることにしよう。一つ、二つ、三つ、よし、全部あるみたいだな。俺についてきた兵士たちが残したものだ。水筒、手ぬぐい、膝当て、ありふれたものだが、そこには彼らの名前が書いてある。彼らが家族に残した唯一の形見だ。あの作戦を前にして生き残る可能性は低いと皆が分かっていた。だから兵士たちは俺のところに来て自らの形見を家族に残そうとした。戦場で刀と槍は折れ、ひしゃげた鎧は持ち運ぶのに苦労する。多くの者は字を書けなかったから手紙も残せなかった。最後に家に届けることができたのはいつも使用していた日用品だけだったんだ。兵士たちは俺のことを信頼してくれていたが、俺はあの戦いで勝つことができなかった。彼らから託されたものをただ砂浜に埋めることしかできなかったんだ。こういったことに直面するたび、俺は自分に言い聞かせるんだ。もっと強くならねばと。そうだな。だが今はもう少しこのままでいさせてくれ。